皆様本日はおただいまより第13回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム ISAP2021 本会合を開始いたします私は本日の進行を務めますアイジェスの河北と申しますどうぞよろしくお願いいたします これより開会セッションを始めさせていただきますはじめに山口剛史環境大臣からいただいた医療メッセージを上位いたします環境大臣の山口剛です持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラムの開催にあたりましてご挨拶させていただきます 主催者である地球環境戦略研究機関の竹内和彦理事長各協力機関の皆様第13回目を迎える本フォーラムが本年も盛大に開催されることを心よりお祝い申し上げますさて地球規模の課題である気候変動問題の解決に貢献するべく我が国は2050年カーボンニュートラルそして2030年度温室 効果ガス46削減、さらに50%の高みを目指し昨月地球温暖化対策計画パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略などを決定させていただきましたまた先日まで開催されていた国連気候変動枠組み条約 COP26 では世界の温室効果ガスの排出量を今世紀半ばに実質ゼロにすること あるいは産業革命前からの気温上昇を 1.5°C 以内に抑える努力を追求することが合意されましたまた我が国も市場メカニズムについて定めるパリ協定6条をはじめとする重要な交渉議題で大きな貢献をしパリルールブックが完成し歴史的なコップとなりました今後も世界各国の野心を高めその実現を後押しするため 国内の削減を徹底して進めるとともに、途上国などの気候変動政策の立案、あるいは実行を支援していきます。例えば、インド太平洋地域ではジ、ジョイントクレジットメカニズム、JCM をさらに拡大するとともに、10月に日アセアン首脳会議で発表した、日アセアン気候変動アクションアジェンダ2.0に基づき、気候変動、 特に脱炭素移行に向けた協力強化を図っていくこととしています一方人類の生存基盤である生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せることは気候変動へのレジリアンスを高める上でも重要ですそのためにも来年4月末から5月初めに開催が予定されている生物多様性条約の COP15 の第2部において野心的な ポスト2020生物多様性枠組みに合意する必要があります。特に2030年までに世界の陸と海の少なくとも30%を保全する目標、いわゆるサーティバイサーティはポスト2020生物多様性枠組みの重要な要素です。環境省としてもこの目標を実現するための道筋。 30 30実現のためのロードマップの検討を着実に進めてまいりますさらにアジア太平洋地域を含む国々が参加する里山イニシアチブを通じて自然環境を活用して気候変動対策を含む社会課題解決に貢献する実践例を積み上げていきますそしてポスト2020生物多様性枠組みにも貢献する 途上国でのプロジェクトを開始するなどさらに取り組みを発展させていきます本フォーラムは国際的に活躍する専門家民間企業政府国際機関 NGO など多様な関係者が一同に会され持続可能な社会の実現に向けて具体的な議論を行う重要な機会と理解していますこれからの議論が実り多きものとなること 得られた知見や成果が皆様の今後の活動を通してアジア対応地域の持続可能な社会の実現に向けて大きなうねりに変わっていくことを記念し開会のご挨拶とさせていただきますご清聴ありがとうございました続きましてご来賓の小板橋聡都神奈川県副知事からご挨拶をいただきます小板橋副知事 よろしくお願いいたします。 皆様、こんにちは。神奈川県副知事の小板橋でございます。現在、我が国も含め、世界各国で新型コロナウイルス感染症、COVID-19 との戦いが続く中ではございますが、本日から第13回、持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム、 が開催されますことを心よりお喜び申し上げます。主催者である公益財団法人、地球環境戦略研究機関、IGES におかれましては、設立以来、アジア太平洋地域における持続可能な開発の実現に向けた実践的な政策研究を行われています。 今年度、本県との共同研究として、脱炭素社会に、脱炭素社会が実現した将来の姿と、その実現のために、県民一人一人ができる選択肢を示した、神奈川脱炭素ビジョン2050を作成するなど、本県との連携を一層強化、 していただいております。こうした取り組みを通じて、国際社会をはじめ、地域社会に多大な貢献をされていることに敬意を表するとともに改めて感謝を申し上げます。さて、本フォーラムの全体テーマは、未来を導く決定的な10年、気候生物多様性と 他の地球的課題の統合的な解決を目指してということで、明日以降は気候変動、生物多様性、SDGs などのテーマ別会合が開催されると伺っております。現在、地球は温室効果ガスの排出や森林破壊といった人間の活動によって 気候変動と生物多様性の損失という二つの危機に直面していると言われております。気候変動については先日英国グラスゴーで開かれた国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議において約200の国と地域が参加し 気温上昇を1.5度に抑える努力を追求することなどが決まりました。また、生物多様性については、その保全と持続可能な利用に関する愛知目標が昨年最終年を迎えました。これを受け、来年4月に中国昆明で開催される 生物多様性条約第15回締約国会議では新たな世界目標であるポスト2020生物多様性枠組みが採択される予定と承知しておりますこの2つの問題は複雑に絡み合っており解決に向けた対策を同時に進めることが重要であると認識しております 本県の黒岩知事は2011年東日本大震災直後に知事に就任しましたが就任当初からこの大震災の経験をもとに太陽光発電の拡大再生可能エネルギーの必要性を訴え取り組みを推進してきました本県では 2050年脱炭素社会の実現を目指すとともに今年度改定する地球温暖化対策計画では国と機を一にして2030年度の温室効果ガスの削減目標を46%削減に引き上げることとしましたこの目標を達成するためには県自らが 旗振り役となり率先して温室効果ガスを削減しその上で県民や事業者の皆様などにも地球温暖化を自分ごととして捉え取り組んでいただく必要がありそのためにもイジェスと共同で作成した「神奈川脱炭素ビジョン2050」を活用し全ての ステークホルダーと連携した取り組みを進めていきたいと考えておりますまた本県は全国で5番目に小さい県土に約920万人の人口がおり都市化が進展した地域がある一方山地や山麓、河川や沿岸地域など 変化に富んだ地形や気候の中多多種多様な生態系が存在しております本県はその豊かな恵みを将来にわたって享受できるよう地域特性に応じた生物多様性の保全に向けた取り組みを推進してきましたこれからも気候変動や生物多様性の損失という2つの危機を相互に深く 関連するものとして捉え、身近な問題として感じていただけるよう、広く情報を発信していきたいと考えております。さらに、これらの取り組みは SDGs にも深く関わるものでございます。本県は、命輝く神奈川を県政の目標として掲げていますが、 人々の命が輝くためには、医療、食、環境、エネルギー、教育の充実など、すべてがつながり、さまざまな施策が連動してこそ、命は輝きます。命輝く神奈川の取り組みは、SDGs の理念に沿ったものです。命輝く地域を目指して、 神奈川県では SDGs にしっかりと取り組み世界が目指す持続可能な社会に貢献してまいりますこうした中今回のフォーラムで気候変動や生物多様性等について議論が行われることは誠に時期を得たものであり大変意義深いものと考えておりますご参加の皆様におかれましては これを機に参加者相互のネットワークが形成されそれによって今後のアジア太平洋地域における持続可能な開発の在り方について国際的な議論がさらに進むことを期待するとともに脱炭素社会の実現を目指す本県の取り組み等にもお力添えをぜひ賜りますようお願い申し上げます。 結びにアイジェスのますますのご発展と本日ご参加の皆様のご健勝ご活躍を心からお祈り申し上げまして私の挨拶とさせていただきたいと存じますどうもありがとうございました小板橋副知事ありがとうございましたここでアイジェス理事長 竹内和彦より開会のご挨拶を申し上げます。え皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました。 公益財団法人地球環境戦略研究機関、アイジェス理事長の竹内でございます。主催者を代表して一言ご挨拶を申し上げます。本日は第13回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム、ISAP2021 へようこそお越しくださいました。本日、この開会挨拶に先立ち、 ビデオメッセージをお送りいただいた山口強環境大臣。本日この会場にご登壇いただきました小板橋智神奈川県副知事。えー、さらに本日生物多様性気候変動 SDGs のそれぞれのセッションでお話をいただくエリザベス・マルマ・ムレマ生物多様性条約事務局長。 ジャン・ケジュン、エネルギー研究所、ディレクター。ヨハン・ロックシロム、ポツダム気候影響研究所理事、ポツダム大学、地球システム科学科教授。また、ウィバ・ダワン、エネルギー資源研究所所長。ピーター・バッカ、ー、持続可能な開発のための世界経済人会議。 WBCSD プレジデント兼 CEO 二宮正也損害保険ジャパン株式会社取締役会長赤村ゆかり東京大学未来ビジョン研究センター教授石井直子東京大学理事同未来ビジョン研究センター教授グローバルコモンズセンターダイレクター 加藤博神奈川県環境農政局環境部長藤田香織日経 ESG シニアエディター東北大学大学院生命科学研究科教授そしてご参加の皆様を2年ぶりにこの横浜の会場にお迎えするとともにオンラインで日本はもとより世界各地からバーチャルでご参加いただいておりますこと 主催者のアイジェスを代表して心より御礼申し上げます。今回、アイサップ2 0 2 1の開催にあたり、欧州連合国際都市地域間協力プログラム、インドエネルギー資源研究所、国連大学サステイナビリティ高等研究所、持続可能な開発のための世界経済人会議から 格段のご協力をいいただいております。また、環境省、神奈川県、兵庫県、北九州市、横浜市、川崎市、国立環境研究所、国際協力機構、日本経済団体連合会、環境再生保全機構、地球環境行動会議、幾例日本など、 中央政府、地方自治体、並びに環境分野で活躍をされている団体からご講演をいただいております。さらにニューノーマルにおける対面とオンラインを併用した、いわゆるハイブリッドの会議開催の実証ケースとして、横浜観光コンベンションビューローからもご支援をいただいております。 こうした皆様方の多大なるご協力ご支援に対しましてこの場をお借りして厚く御礼を申し上げますさて今回の ISAP では国際社会が持続可能な未来を導くための決定的な10年いわゆる Decisive Decade におきましてこれまでとは異なる大胆な社会変革トランスフォーマティブチェンジをどうもたらすべきか 議論をしたいと思います。SDGs の達成という包括的な国際目標のもと、生物多様性と気候変動という二つの大きな地球的課題に対して、より統合されたアプローチを取っていくにはどうすべきでしょうか。コロナ禍に見られながらも世界の意思決定者の多くは、気候変動と生物多様性に取り組もうというコミットメントを表明しています。 こうした機会を積極的に捉えて、広範な観点から持続可能性アジェンダを進めていく必要があります。えー、さて、えー、ご承知のように、本年10月31日から11月13日にかけて、英国グラスゴーにて国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議 COP26 が開催されました。 COP26 には130カ国以上の首脳が集まり、ハイレベルのイベントが前半に開催され、また議長国主導のイベントが2週間にわたって毎日開催されました。この会議の重要な点として私は次のような点を挙げたいと思います。まず1.5度 C 目標に軸足を移したこと、そしてルールブック最後のピースである パリ協定第6条の決定が行われ、またパリ協定の実施に必要な透明性枠組み、NDC の今後の時間枠について合意がなされました。パリ協定の実施に必要なルールが揃ったと言えます。他方、現在各国が掲げている排出削減目標を積み上げただけでは、1.5°C 目標とは大きな隔たりが あることも明らかとなりました。このギャップを埋めるため、各国は来年再度2030年目標の見直しを行うことが求められております。COP26 のカバー決定で初めて石炭について言及されたことも挙げたいと思います。対策が講じられていない石炭火力発電については、段階的削減という内容にとどまりましたが、 この石炭への言及は多くの国が石炭火力発電の段階的な廃止を指示していることから今後さらなる対策強化の方向へと議論が続いていくというふうに考えられます。またこの会合では気候変動と森林、自然も注目されました。120以上の国が森林と土地利用に関するグラスゴー首脳宣言に署名し、 2030年までに森林現象と土地劣化を食い止め、回復させるために協力することを約束しました。主要な先進国、ブラジルやインドネシアも署名しており、署名国は世界の森林の90%以上をカバーするものとなっています。また COP26 に先立ち、本年10月11日から15日にかけて、 生物多様性条約の第15回締約国会議 COP15 の第1部がオンライン方式と中国、訓民での対面方式を併用して開催されました。第2部は来年4月末から5月初めにかけて同じく訓民で開催予定であり、ここで愛知目標の後継となるポスト2020生物多様性枠組みが採択される予定となっております。 残念ながら愛知目標の多くが未達成に終わり、生物多様性の減少に歯止めがかからない状況を踏まえ、新枠組みには人と自然とが共生できる社会への変革に向けた密出をつける、より野心的な目標設定が期待されております。特に陸、海の保護区の面積を2030年までに30%に増やす、いわゆる30 by 30、 ターゲットが議論されておりますけれども、保くの拡大には限界があります。そこで、えー、里山、里海のような人が利用する自然を賢く利用管理して、生物多様性を維持することや、こうした地域を保護区外の効果的な空間的保全策、 いわゆる OECM と呼ばれるものでございますけれどもとしていくことが重要になるというふうに考えられます。折しも新型コロナウイルスの感染拡大から人と自然の関係の見直しが迫られています。最近では地球の健全性と人の健康を表裏一体と捉えるプラネタリーヘルスの考え方。環境と 人種共通感染症の関係に着目したワンヘルスなどの統合的アプローチに注目が集まっています。新しい枠組みにはこうした統合的アプローチの実践を推進する仕組みが求められます。気候変動や生物多様性の昨今の議論を見ますといずれもが2030年を重要なマイルストーンに据えつつ取り組みを加速化して その先の2050年、気候変動では2050年ネットゼロ、生物多様性では2050年ネットゲイン、これを展望しています。ここで改めて人類が直面する多くの地球的課題に対して、統合的に取り組むというアプローチの重要性について、課題提起したいと思います。とかく議論や対策が個別に行われがちな現状にあって、 それぞれの課題は相互に深く関連した問題であり、限られた人的資源や資金を有効に活用するためにも問題群の同時解決が求められます。今回の ISAP の副題を気候生物多様性と他の地球課題の統合的な解決を目指すとしたのはそのような意図によるものであります。そしてメインテーマである The Decisive Decade について書内でこれが提案されましたときこの題名の日本語訳について何度かディスカッションをいたしました最終的に私が未来を導く決定的な10年という、えー、テーマを提案させていただきましたこの10年が明確なターニングポイント正念場であることは明白ですそしてここまで来るのに少し時間がかかりすぎた感がありますけれども 私たちの意思ある行動によってまだ遅くはないという期待と希望を込めています、えー、最後にご参会の皆様に重ねて御礼を申し上げまして私からの開会の挨拶とさせていただきます、えー、今日はどうぞよろしくお願いいたします以上で開会セッションを終了いたします